まよっぴとは初めてお会いしたのが、うん、覚えてる覚えてるよ、もう忘れられない。あの、ね、86という作品のアフレコの時に、ね、私が女子生徒とかでね、そうですね、ゲストキャラで役だったんですけど、来てくださっていて、その時にそうさゆみがいて、その時に話しかけてもらって、はい、なんか好きぼっち一緒ですよねって言われて、私その時まで共演者誰か知らなかったんですよ。だからなんでこの人ぼっちザロック私が受かったってこと知ってるの。え、なんで情報漏洩情報漏洩って思ったら、実は二次化でって言ってもらえて、そうなんだみたいなって、お願いってなったんだよね。いやでも本当にそのね、スタジオブースで、うん、あの時間帯こそちょっとね、ちょっと前後とかだった、そうなんか入れ違いかなんかで、うんうん、でも前の日からその交番表に、うんうん、AT1 プロデューサーの青山由伸さんがいらっしゃることを知っていたので、あ、これがロックン、ぼっちちゃん役の、のって思って来てたので、結構もう、ふんって思いながら、絶対に、そうだったんだ。挨拶したいって思いながら来てたので。思えばそこにイクミもいたんだもんね。あ、イクミさんもいましたね。ね、そうだ、私それも覚えてるもん。そうだ。イクミさん。あの日にもいらっしゃいましたっけ？そう、いらっしゃった。でもなんか、その時たまたまなんかアフレコが結構その押してて、私の前の組の人と私の組の人と私の後の組の人が結構ギュッてなったのよ、ああ、そうか。人いっぱい人いっぱいってなってて、の時に多分イクミさんがいらっしゃって、そう覚えてる。そうだ、最後の方にいるし、イクミさんが。イクミさんが。あ、出た。やりますね。イクミさんが、初めましてですよ。お疲れ。さゆみあのさって言ってたのが、このケツから入ってくるイクミっていうのがすごく印象的で、ケツからイクミっていう、そうケツからイクミっていうのが、それがもう私の中でもなんかちょっとありましたね、ムーブメントになって、今でもマジで似てたな。だけどイクミさんの入り方が やってくれる、あのこう入ってくるんですよね、ケツから、やっぱケツから入ってくるんですよ。いや、それがねすごく印象的で、で後々知るんだよね、イクミがキタちゃんだっていうの。で、なんか、あ、そうなんだと思って、あの時の、そうです、その86で実は話したんですよねって話から、そうそうそう、なんかあの時のイクミさ、みたいな。実はさ、私覚えててさ、みたいな。で、話したっていう経緯があるんですよ。知